沢湖観光地旅行赤城山大沼行きます。赤城山は関東地方の北部、群馬県のほぼ中央に位置する山です。カルデラ湖を伴うカルデラを持つ関東地方で有数の複成火山です。ドライブセンターは休業中ですね。海貞給餌場があるみたいです。青木別館さん、うどんとそばがあるみたいですが閉まってます。海貞給餌の像です。寒すぎます。赤城大沼は群馬県の赤城山のカルデラ湖です。お店も全然やってません。寒いので帰ります。こんなに寒いとキノコ汁美味しそうですよね。いろんな定食とか。ワカサギ定食とかいろいろあるみたいですね。お店が開いてる時に行きたかったです。赤城名物中字うどん、今度はもう少し暖かくなった時に行きたいですね。
赤城山の大沼でした。バイバーイ。ご視聴いただき誠にありがとうございます。チャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。また見てね。サンキュー。グッバイ。